はい、皆さんこんばんは。じいさんでございます。本日のテルジーの晩ご飯はスーパーで買ってきましたチラシ&スケロックセットでございます。ここに白く見えるのはイカでございます。はい、さらに野菜サラダでございます。アスパラもあります。それからトマトにさやえんどうですか、これにドレッシングをかけております。はい、それからちょっと口直しに花見昆布でございます。はい、新元号の、令和の時代になって2日目でございます。今日はお祝いを兼ねてね、ちらし寿司スケロクセットで、お祝いしたいと思います。では新元号おめでとうございます。いただきます。ではちらし寿司からいただきます。錦糸卵が乗っております。うん、うん、うん、花見昆布いただきます。なかなか美味しい、これはうまい。いなり寿司をいただいてみます。うん、おいしいですね。おいしいなアスパラいただきます。うん、ドレッシングを引いてうまいですな。これ何だったっけ、葉っぱ。うん、これさやえんどうじゃなくてスナップえんどうですね。スナップえんどうか。うん、これレタスかな、キャベツじゃないものはレタスですね。うまいなぁ。こんなに野菜がうまかったとはね、知りませんでした。トマトもいただいています。うん、うまいなぁ。うまっ
うまー。うん。エビを食べています。エビ、うん、うん、尻尾はやっぱ食えませんな、さすがに。うん、じゃあ行きますよ。うまい。Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.うん、甘かった。うるせえ、毎日うるせえ。うん、令和の時代も二次時代であってほしいですね。平成はいろいろと災害もありましたね。事件もありました。やっぱり怖いのは地震、雷、火事、親父って言いますけど、やっぱり一番怖いのは天災ですな。天災、地震にしろ大雨にしろ、怖いですね。まあ天災は何年かに一度ね、必ずやってきますからね。まあ仕方ないといえば仕方ないけど、前もって来るって分かっていればね、いろんな対策もあろうし、これが突然やってくるからいかんのですよね。天災や忘れた頃にやってくるっていうことね、本当忘れた頃にやってきますからね。前もって知らせてくれませんからね、こればっかりはね。
だから怖いんですよ。まあ弱い地震ならいいですよ。昔もやっぱりね、マグニチュード6とか7とかやってきたらね、やっぱ怖いですよ。こういうなるべく天災が来ないようにね、願いたいものでございます。令和の時代はね、でも来年はまたね、東京オリンピックがありますからね。まあめでたいといえばめでてたいですが、スケロク食べてみます。うまいな。はい、そういうことでね、最後までじいさんが食べるの見とってもね、何も面白くないでしょ。これここら辺でやめときます。またね、次の動画でねお会いしましょう。さあ、バイ。